今日から名古屋市内の給油所で新しいバイオディーゼル燃料の販売が始まりました。燃料を開発したユーグレナによりますと、バイオマス原料の使用率を従来のものより 15% ほど高めていて、二酸化炭素の削減に貢献できるとしています。ちょっと興味持ってて、それで今日一回入れてみようと思って、させてもらいました。